11世紀から12世紀西洋の服飾では、11世紀から12世紀にかけてのフランスを中心とする西ヨーロッパ地域の服装について説明する。古代ゲルマン人の家族古代のゲルマン人の服飾は、タキトゥスのゲルマニアなどの記述と、デンマークやドイツなどのデータン地帯から発掘された異物などによって形状等が判明してきている。 素材には主に、ウールと比較を使いやが使用され、ポシェットのような小物入れにはツタを編んだものを使われる、こともあった。男性は、袖の狭い尻丈から、膝上丈のチュニックにズボンを履き、革のゲートルを巻いたり、革のボールドキャップやケープ、ウールのマントを身につけていた。女性は、やはり袖の狭いチュニックの上から長いスカートを身につけていた。どちらも腰に、 川の細体を巻き、皮を重ねて作った靴を履いていた。ゲルマン人が南方に移動し、ローマなどの文化に触れるうちに、上流層は徐々に二部式の衣装を避けるようになった。男性のチュニックは、ローマ人を見習って、しっかり下となったが、逆にズボンは短くなり、ブルフという半ズボンの形となって、チュニックの裾に隠すようにして着用した。また、足には、 ホーズという長靴下を履くようになった。女性もまた、かかと丈ほどの長いチューニックを着るようになっていった。11世紀に入ると、十字軍による東方遠征の影響により、ビザンツの文化が西洋の上流階級に、徒党の勢いで流れ込むようになった。ビザンツの領域で商われていた、絹織物や高価な毛皮は、宝石。 染料などが地中海沿岸の南フランスやイタリアの港を中心にヨーロッパへ盛んに輸出されるようになった。アラビアから輸入された上質な薄い毛織物モスリン、モメンチ、つずれ織、サテン、ビロード、また白天やハイイロリス、黒天の毛皮ばかりではなく、羊毛や金銀糸、パープル染料や苗板などもヨーロッパに広まった。衣服は、 従来の緩やかなチュニックをただ重ねただけのものから、ひだを取ったり腰を紐締めしたり袖を広げるなど、デザインが豊かになり、華麗さを増した。これらの優美なスタイルは12世紀中頃に確立し、ローマ風とみなされて、ロマネスク様式と呼称された。男子の服装は、シェーンズ、ブリオーなどのチュニック、ブレー、ショース、マントルによって人揃いとなっていた。庶民は、 幅の狭い長袖で、竹の短いチュニックという伝統的な服装だったが、上流階級の騎士たちは、ビザンツ貴族を招いて長くやや広い袖に、かかと丈のローブ型チュニックをまとっていた。農村の男よりも、騎士たちの服装の方が入和であり、女性と変わらないほどであった。朝の肌着とブレーの上に、ウール製のチュニックを着た。 農村部などの人々はおそらく10世紀以前とほぼ変わらない服装であったと考えられる。都市部においても衣服は高価なものであったため、庶民の衣装の多くは古着であった。下着も一着しかないことが少なくなかった。キリスト商店図などの宗教画に描かれた当時の都市の庶民は袖の狭い膝上丈に託し上げたチュニックに、 右肩で止めるマントを羽織り、ゆったりとした、ホーズあるいは長いブレーを、足首丈のブーツのような短靴に着込めている。絵画に描かれた衣服には、鮮やかな彩色と模様が施されているが、色彩などに関しては画家によるフィクションの可能性もある。貴族に仕える自重たちは、主人から古着を下げ渡されるのが習慣となっており、平民の中では特に見栄えの良い格好をしていた。 上質な朝瀬で袖と襟元と裾に刺繍を施した肌着と短い朝のブレーにウールの長靴下、そして輸入品の上等な薄地の毛織物か絹を使ったビザンツの衣服を原型とするブリオーと呼ばれる衣服と毛皮の裏地のマントルが流行している。ブリオーの名は11世紀の武勲氏ローランの歌の中で騎士の衣服として初めて登場する。 武勲氏の舞台は9世紀のフランスであるが、衣装についてはほぼ11世紀のものをそのまま描写していると考えられる。ブリオーは緩やかなロングワンピースのような衣服で、袖口は庶民のものが手首ほどの丈で、全体的に細かったのに比べて、手の甲にかかるほど長くやや広かった。丈は長く、長いものでは床に引きずるほどだったのを、 ベルトで託し上げることもあったと思われる。肌着の刺繍を見せるためにやや広めの襟回りになっており、襟回り、袖、裾に別布を当てるなどして刺繍を施した。ブリオーのような長い衣服の流行については、知識人の間で大変不評であったが、衣服の布地がほとんど高価な輸入品だった事情を考えると、必ずしも、 単なる外国文化に対する拒否反応とは言えない。王族の中には突然進化を狩猟に連れ出して、袖や裾が茂みに引っかかったり泥まみれになるように、仕向けるような強行手段を取った者もいた。当時の貴族にとって、肌着とブレーだけの姿は、裸と認識されており、肌着とブレーだけの姿は、周知や、開墾のシンボルであった。マントルは、 すずれ織りなどに豪華な毛皮を裏地につけて、半円形や前面が欠けた円形であった。豪華な毛皮は、国会周辺などからビザンツへ持ち込まれ、さらに、そこからジェノバなどのイタリア商人が買い付けてきたもので、上流階級だけが身につけられる、特権的な素材であった。毛皮は、アーミンという白点の尾のあたりをつないだもの、黒点、ベールというハイロリスの腹をつないだもの、 キツネ、ラッコ、カワウソなどが人気であった。マントルは、騎士の必需品であった。他人の館へ招かれた時や、晩餐会の席でも、騎士たちがマントルを脱ぐことはなかった。他方、王の晩餐会での給仕役や、客人の世話役を務める騎士は、利便性と謙遜を示すために、マントルを身につけないのが慣例だった。海戦などの緊急の伝令や、 血統の申し込みに限っては、相手の目の前でマントルを放り投げて見せることがあった。11世紀の初めには、膝丈程度の長さであったマントルも、12世紀には、床に引きずるほどの長さになっていた。旅行用のマントは、マントルと区別して、シャプと呼ばれ、こちらは、頭からこむるもので、フードがつけられることもあった。靴は単靴で、冬場は毛皮を張った。 不可靴も履いた。髪は首の半ばから肩の上あたりまで伸ばして小手で縮らせるのが流行していた。この頃の女子の服装には大きく広がるスカートや床を履く引き裾やコルセットのような後年の西洋女性服に特徴的な諸要素がまだ見られない。衣服の基本的なシルエットはビザンツ女性同様シンプルな筒型であった。しかし、 刺し子の胴衣や腰の紐締めなど広大へとつながる要素が見え始めるのもこの頃である。シェーンズの上に幅の狭い袖を持つ足首丈のチュニックワンピースを着ていた。ワンピースの腰はベルトで締め、労働の際には裾を引き上げてベルトに挟むなどして動きやすくしていたものと思われる。靴はやはり男性同様の編み上げ式の短靴で、特に教会に行くときには、 頭は布で覆っていた。ブレーを履かない以外は男性とほぼ変わらない装いをしていた。薄地の毛織物か絹織物のブリオーは腰のあたりで紐で締め上げており袖はロート型の大きく床に引くようなものであった。袖があまりに長くなり貴婦人がそのためにつまずくこともあったので長い袖は途中で結ばれ時には小物入れの用途も果たした。 全体に細かいひだが畳まれていることが多く、床に引きずるぐらいに長いスカートは、非常に優美であった。帯は腰をひも締めするために実用的な意味は薄く、11世紀には、細く長い飾り帯を尻の上あたりの、かなり、ローウエストで言わえて垂らしていた。12世紀半ばになると、胸下から腰までのかなり広幅の帯で腰を締める、ファッションも流行する。また、この頃、 コルサージュコーサージという刺し子風同意も登場している。これは厚い生地を数枚重ねて金銀糸などでステッチを施したものを袖なしの尻丈程度のぴったりした短い上着に仕立てたものである。宝石などが縫い込まれることもあり、時には薄着布で細かいひだを寄せたオーバースカートを作ってコルサージュに縫い付けることもあった。髪型は ビザンツ女性のような夕上げ髪とは違い、一本か二本に編み下げたお下げ髪が一般的であった。長さは膝のあたりに届くまでが基本であったが、より長く見せるために入れ毛もなされた。入れ毛は教会では恥ずべき虚色と考えられており、しばしば非難を受けている。髪色は金髪が最も好まれて、黒髪や赤毛はあまり好まれなかった。ありがとうございます。